さあ、それじゃあフォーエバーブルーの続きやっていきたいと思います。お久しぶりですね。さあ、今回からは100万ポイントを目指して頑張っていきたいと思います。さあ、というわけで、じゃあまずは財宝の噂話を見ていきましょう。はい。さあ、いろいろとニュートついてるけど、じゃあまずは噂話から。さあ、オケアノス石板の謎第1節第2節第5節といきなり飛んでるけど、どういうこと？しかもクリアってついてるんだけど。さあ、オケアノス石板の謎第1節、ザハーブ海域で発見された謎の石板に刻まれた一節には、神の鋼はホルスに捧げられたと記されていたらしい。ネフィリムの石窟にいてオリハルコンインゴットを発見した。どういうこと？これはオリハルコンインゴットを先に見つけちゃったという感じなのかな、もしかして。だって石板なんてザハーブ海域では見つけてない気がするんだけど。さあ、こっちは秘術の石はオシリスに捧げられたと記されていたらしい。ネフィリムの石窟にて賢者の石を発見した。あ、じゃあ賢者の石とかオリハルコンインゴットは1個しかないということなのかな。うーん、なるほど。それちょっと残念だけど、なぜ3と4がないのか、逆になんで5だけはあってクリアされてないのか。さあ、こちらは、怪人は黄金を天空に収めたと記されていたらしい。うん、怪人、あ、明るくなった。黄金、あ、なるほど、あれか、あの装置があった部屋かな。天空ってことは天井付近ってことだろうから、そういう意味なんでしょうか。なるほど。じゃあ何個かお宝があったということが、あ、そっか、今行けないのか。じゃあこれはあらかじめこの石板を探し出しておいて、このお宝を全て発見した上でクリアすればよかったんだろうけど、だってこれなんか絶対あれじゃん、100万ポイント集めた後にじゃないといけないわけでしょ。すごく意味ないよね。意味ないというか、発見する意味はあるけど、お宝としては結構意味をなさないよね。うーん、なるほど。じゃあこれはしょうがないのかな、しばらくないと思っていいでしょう。てか3節と4節は一体どこにあったんだっていう話だけど、その石板見つけても結構悲しいよね。いけないんだからさ。これはオシリスって書かれてるし、ホルスって書かれてるから、じゃあ、あのオシリスの奥さんのイシスとかそういうのもあるのかな。怪人がよくわからないんだよな。エジプト神話でいきなり怪人って誰？ちょっと覚えがないな。ほら、いわゆるラーから来てオシリスとかイシスとかセトとかネフティスとか、あの辺りが3から4節まであるのかなという気もするけど、まあその辺は神話に詳しい方に話を聞くとして、じゃあ次、書庫の噂。バルカ城の書庫には世界最古の書が眠ってるという。おお、なるほど。なんかバルカ城多くない？うん、1個、あ、違う、ここから始まってるから1,2,3,4、4つもある。へえ、これは、あ、ドラドン、エルドラドね。うん、なるほど。結構あのキケロス海峡の話が多いのかな。あ、こっちは違うわ。トリトネ村、黄金の塊は満月の北に眠る。満月の北に眠る、北はわかるけど満月ってどういうことだろう。夜の間に行けとかそういうことだったかな。確か満月の時だけキケロスディーネがなくなるとかそういう話だっけ。うん、じゃあトリトネ村から見て北の方に夜行けばいいとかそういう感じかな。うん、なるほど。さあどうしよう、どこから行くべきか。久しぶりにバルカ城に行ってみるか、それかみたいな感じかな。特別な依頼、お、え、またバルカ城。なんかバルカ城すごく多いんだけど、最近バルカ城で変な噂がある。オセアンヌが夜のバルカ城に一緒に行こうと言っていたが。オセアンヌ先輩結構度胸がありますね。バルカ城って結構あの屋内のダイビングスポットだし、夜に行こうと思ったらなかなか怖いと思うんだけど。さあ、なかなか肝っ玉が座っている。そして込められた思い、あ、クラシックギターね。
クラシックギターはナタリアという女性の父親の形見だった。そして主人公は意外とギターを弾くことができたと、そういう話、うん、さあそして永遠の願い。ザハーブ海域北部のキノコ状の岩で大きな影が目撃されたらしい。機会があったら捜索してみよう。おう、なるほど。閉ざされた道、コルティカ川中流のどこかに、あ、これはあれか、地元のイルカがいないとみたいな、そういう話、うん。そしてゴールドイーター、使用人の指輪をズイズイに見せると南米星、あ、これは使用人の指輪をピライーバに渡したという話。さあ何か話が進展するんでしょうか。そしてギギデの聖王、ギギデの聖変を見せるとポルティカ川上流の遺跡と関係があることが分かった。遺跡を調べたらさらに何か分かるかもしれない。おお、なるほど。墓森ってなんだっけ。ザハブ海域深部の双子穴にオセアンの好きな生き物がいるようだ。あ、これはチェックしたことあったね、うん。ウミウシがいるのかな、うん、OK、 じゃあ一旦戻ろうかな。静寂を破るときなんだっけ。あー、なるほど。これはイルカか爆弾的なものでやるのかな、うん。これは確かシロが教えてくれたやつかな。ケーキ岩近く、うん、わー、なんかいっぱいあるけどどうしよう。サブストーリー、お、さあ助けを呼ぶ声にニューがついていて、お、最終話ときたか。さあ押し寄せるクジラ、ザハーブ海域の海岸にクジラの群れが迫っているらしい。ザハーブ海域に行ってみよう。ああ、なるほど。これあれか、たまにあの海岸とかにクジラとかが大量に打ち上げられてしまうとか、そういう事件がありますけど、そういうことかな、うん。その押し寄せるクジラたちをどうやって押し返すんだ。さすがにパルサーとかでなんとかなるとは思えないんだけど、うん、ちょっと気になるね。でもこれ最終話か、うーん、なるほど。ザハーブ海域の話はやっぱりちょっと多めかな、うん。 OK、 じゃあ戻って普通のストーリー。お、さあ5章と6章が話が竜の笛の3つのパーツが合わさって竜の笛となったよっていう話から、そして HD9 を探し出して、うん、防水袋の中に最後のパーツを発見。そしてマティアスからジャン・エリックに宛てた一通の手紙が見つかったということ、うん。マティアスは父を恨んでいなくて感謝の言葉が綴られていて、ジャン・エリックさんは涙を流すと、そういう話でしたね。さあそして第6章、最終章と書かれてないからやっぱり最終章があるのかな。3つのパーツを組み合わせ、ついに竜の笛が完成する。そして円環世界観で記されたところに財宝があって、みんなで遺跡探索をして、そしてそこに鳴り響く竜の笛の影響で遺跡は崩壊を始め、一行は急いで脱出。結局財宝は再び海の底で眠りにつくのだったと、うん、なるほど。あとは100万ポイント貯めて第7章か最終章をアンロックしようと、そういう話かな。さあこれは大変だ。海域情報、これはまあまあいいかな。よし、じゃあどこからやっていこうか。うん、いろいろあるけど今回気になるのはピライーバさんに渡した指輪かな。あの話が気になるから今回はポルティカ川に行きましょう。よし、じゃあ出航。さあ南米アマゾンへとやってきて、天気が悪いというところからじゃあ潜っていきましょう。今回はそのピライーバの話を見つつ、なんとか地元のイルカの協力を得たいところですが、サポートバディは連れていくべきなのかな。仲間にしたいときは、あ、なるほど、他のイルカを連れていくことによってとか、そういう可能性もちょっと難しいとこかな。まあ今回は一人で潜っていった方がいいのかも。だからじゃあ行きましょうか。よし、じゃあ潜る位置はこっちから行った方がいいかな。上流域入り口周辺から行きましょう。さあまずはじゃあピライーバさんに会いに行きましょう。そして遺跡の方に行って遺跡を探索しつつ、イルカの協力が得られるかどうかをチェックしたい。お、
さあ早速イベントが始まったっぽいかな。さあ主のように鎮座している、聞こえるか、ジャン・エリックだ。あそこにいる金色のナマズはもしや、確かにちょっとなんか色が変わってるなと思ったけど、めっちゃツヤっとしてる金色、すごい。お前さんが使用人の指輪をやったやつじゃないか。いやそんなことないでしょって言いたくなるけど、色変わってるだけ。おお、結構動きが素早いな。使用人の指輪を食べて色が変わるとか、ちょっと俺は生態系にとんでもない影響を与えてしまったのでは。さあこれは、しかし驚いたな、こいつが伝説の生き物ゴールデンキャットだったとは。やっぱりキャットなんだ。なんでキャットって言うんだろう。あの猫のキャットとは綴りが違うのかな。まるでズイズイを魚にしたかのように金ピカで派手なナマズだな。これはどっちにとって失礼なんだ。もしこいつを釣るんだったら普通の餌なんかよりも金貨をぶら下げた方がいいんじゃないか。なるほど。さあ称号を手に入れました、ダイヤモンドディッカー。ちょっと待って、そこまでゴールデンな話をしといてダイヤモンドなんだ。ディッカーってどういうこと。ダイヤモンド掘り的な、そういうこと。さあピライーバさんがゴールデンキャットというものに変わって、これピライーバさんはいなくなっちゃってってこと。あれ調べておかなかったら水族館に登録できないんじゃないの。まあいいや。さあ黄金のナマズ、この黄金黄金色は突然変異でもまたは保護色などでもなく本物のゴールドである。嘘でしょ。正確に言えば全身に砂金がびっしりと張り付いているピライーバ。へえ。アマゾン川をはじめこの周辺の川の底には砂金が眠っているのは有名だが、どうやら微生物や虫とともに砂金を捕食し続けたことで体内に大量の砂金を溜め込んでしまい、それが皮膚を通して吹き出しているようだ。へえ。なるほど、そういう設定。砂金食べすぎてゴールデンになっちゃったとか言って絶対体重いよね。結構大変だと思うんだけど。じゃあ餌、普通の餌でいいのかな。おー、びっくりした。でもちょっと可愛い。もういいね、タッチタッチ、硬いみたいな。いや砂金って硬いかって言われたら多分柔らかいと思うんだけど。じゃあカメラ、お、どうでしょう今の。結構振り向く瞬間撮ったんだけど、あ、いいね、なかなか鋭い眼光。はい、ゴールドラッシュ。ポルティカ川周辺の川底からの砂金収集は一時非常に盛んで、ポルティカゴールドラッシュと呼ばれたこともあった。そんな時代にガリンペイロ採掘人たちの間でゴールドの魚を見たという噂がまことしやかに囁かれたことがある。この噂は噂を呼び、採掘人たちが一時期軒並みにわか釣り師になってしまったという笑い話がある。なるほど。結局噂の魚は発見されず、そのまま誰からも忘れされていったが、もしかしたらそれはこのナマズのことだったのかもしれない。あーなるほどね、面白い、これはいいね。確かにゴールドラッシュとかってさ、あそこから金が出たぞとか言われたらみんなそこに行っちゃうよね。そういうのはなんかいわゆるアクセス数が多いページにはもっと人が集まる的な、そういうところありますよね。再生数が再生数を呼ぶみたいな、 YouTube で言ったらそういうことか。なるほど。まあそういう感じで話題作りを仕掛けるというのもまあ大いにありなんだろうけど。さあというわけでゴールデンキャットを発見したところで、この辺り、まあいいか今回は。待てよ、でもお宝はやっぱりよく拾っていった方がいいのかな。さあいつものところ、本も一応収集しておいた方がいいのかな。はい、さあ戻って、お、さあいつも通り書物、お、やっぱりなんとかより見た書物。よし、結構このコルティカ川上流のお宝は期待感はあるから割と探しやすい場所でもあるのかな。ただローディングを2回挟まないといけないから効率がいいかどうかはちょっとわからないんだけど。お、いいね、すごくわかりやすい場所にあるからいいね。でも大抵のお宝は同じポイントにあるのかな。はい、でも大きな彫像が
必ず手に入るという意味では結構期待感はあるかも。さあそして物陰にあったようななかったような、どのあたりだったかな、あった、あれ光ってないと取れないんだ。いや角度的にちょっあるはずでしょ、しかもいけないっていう。さあなかなか融通の利かない主人公。さあ人型、はい、人型っていう言い方おかしいかよし。さあそしてこのなんだろうね、結局この井戸みたいなところは何なんでしょう。何かこう液体を流し込む的な感じでしょうか。イルカさん、ピンクイルカの協力を取り付けたいのだけど、うん、もしかしてこれって あれでも捕まるっていうのがないな。うん、捕まったまま移動してなんだっけ、流木があるところ、倒木があるところに連れて行きたかったんだけど、ピンクイルカではない可能性がある。もっとでかいやつ、でかい、いやでもさすがにイルカ以上に大きいやつはここにはいないよね。確かミンククジラが1回出てきたけど、あれはでかすぎるっていうか。おっとマルチセンサー、とりあえずドラドをチェックしましょう。めちゃでかドラドがいるかもしれない。おさあイベント、さあまさかの聞こえるかジョン・エリックだ。ちょっと待って、あれはドラドじゃねえ、よく見たら白いドラドかと思ったけど完全にワニちょっと待って、俺さワニが泳いでるところって実は見たことないし、いやテレビでも見たことないって意味だけど、あんな風に泳ぐの、全然足とか動かさないでくねくねした動きで前進できるの。この白いワニは伝説の生き物、キングギギデのようだな。さあギギデを来ちゃった。もしそいつに触るつもりならその前に一つ忠告がある。お前さんならば大丈夫だとは思うが、心に少しでもやましいことがあるなら触るのはやめておくんだ。え、どういうこと。キングギギデの伝説では悪人は食われるというからの。なるほど。さあ称号を手に入れました。アマゾンセイント、アマゾンセイント、どういうこと。うん、さあさっきのキングギギで、なんかちょっとデデデ大王っていうキャラクターを思い出す名前なんだけど、関係ないけどさ、こうしてみるとちょっとそんなに大きくはない。しかし俺心にやましいことはあるのないの。いや俺自身はめちゃくちゃあるけど、この主人公はきっとハンサムだから多分大丈夫でしょう。さあ結構こうしてみるとなんか結構可愛いかも。さあキングギギデーよ。さあキングギデデギギデデギデデとかデデデって言いたくなっちゃうんだけど、ギギデの政変に呼応するように突如現れた白ワニ、インカに伝わる伝説によれば楽園から追放されゴルティカ川に住み着いた風の神がいるという。稀に彼は輝く爬虫類の姿で人間の前に姿を現し、その者が善人であれば長寿と健康を与え、悪人であれば食いつき肉を引き裂くとのこと。この神はギギデの聖王と呼ばれ、未だに熱い信仰を受けている。なるほど、そういう言われよし。じゃあこれはまずカメラ、足違った、エッサ、待って触るかこれは。そっかそっか、ええー、嘘さっきの通信の流れで触らないでこれが出てくるまあいや触っちゃえ。さあ俺はどうです。悪人ではなかったっぽいな、ただ善人でもなかったっぽい。さあというわけでキングギギデのメモ、インカに秘められた謎、コルティカ川周辺に繁栄したインカコルティカ文化の言葉によれば、ギギデは左手東太陽星、朝、生命の誕生を意味する概念を示す。左手、東、太西洋、
つまり南に、ん？待てよ、南米なんだから、どのあたりだ？あの、太陽はどの辺に昇ってるんでしょう？やっぱり南の方かな。まあいいや、昇る太陽に対する信仰が形を変えて伝わっているのがギリでの西洋伝説なのかもしれない。またこの種の伝説はアマゾン川流域にも姿を変えて伝わっているが、中でもオルゴニア地方のガガで右手西死の魔王伝説は完全に対になる伝承であり、研究者の注目を集めている。これって本当にあることなの？ゲーム中の伝説なの？なるほど。太陽が南に昇るか北に昇るかっていうあたりでこう向きを変えてるみたいな感じなのかな。でも待て待て、右手側が西し、なるほど、じゃあ同じ方向向いてるってことか。なるほどね。結局東側っていうのは必ず太陽がこう誕生するみたいな、そういうめでたい話が多くて、沈んでいくっていうのは暗い話がやっぱり多いですよね。なるほど。まあその辺はやっぱり日光の下で暮らしてる我々からしたら仕方がないとこなのかな。よし。というかまあここだけなんかこう密閉された空間だと大して変わらない気もするけど。俺はどうだろう、でかいけど同じぐらいか。ドラド。ドラドチェック。待てよ。ドラドをチェックするというか、ドラドの場所に何かがあるんじゃないか。しかもいつの間にかなんかワニに連れられて全然違うとこ来ちゃったけど、ここ気になるんだけど、これかもしかして。戻る戻る。あ、何にもない。いかにもな感じだけど、ドルドじゃなくてドラドに関して何か。部屋の片隅に、いや部屋の外かな。それか何かこう体内に金塊が埋まってるドラドがいてみたいな。体内にあったらあれかとっ捕まえないといけないからゲーム的にないか。意外と何にもないな。さあこれは噂のお宝なのかな。謎の宝箱か。空箱の可能性もあるからこれは期待できない。普通宝箱って言うとね、胸躍らせるものだけど、このゲームではなかなか空箱が多いからそうもいかないんだよな。さああとはイルカの協力を得られるかどうかなんだけど。お、さあ発見。また人型。あ、彫像か。確か前この辺りですごく貴重なやつを発見したから、これは期待ができるかな。また書持った。よし、とりあえずじゃあイルカをチェックしたい。あ、ちょっと雰囲気の違うイルカがどこかにいるってことか。それかあの場所、今あの遺跡にいるけどさ、中流の方でイルカがどこかにいる可能性があるかも。いや、あの、今あの、シャレで言ったわけではなくて、こういうのって言っちゃった後に、ああ、同じだなって気づくとなかなか面白いですけど、そういう意味で、イルカは、イルカとかそういうことを言いたかったわけではなくて、まあ、詰まるところ、シャーベットのようにちょっと個体が違うやつがいるかもみたいな。はい。お、なんか結構人型の彫像が多いですね。よし、まあこれで金剛力士像っていう可能性は否定できないから、その辺はまあいいとして、タッチして、地元の生き物というから、というか今までの流れから言って、てっきりイルカかなと思ってたけど違うかもな。上流から連れていくわけではなくて中流域で何かやるのかも。ってことは
ワニの力を借りるとか。でも流木とかだとカワウソがなんとかしてくれそうな。カワウソだっけ、あのビーバー的なやつ。まあ、とにかくピンクイルカは空振りだったので、一旦船に戻って駐留域に出直した方がいいかな。よし、はい、じゃあ一旦駐留域の方に行きましょう。戻る、そして船に戻る。はい、よし。お、さあ天気が良くなったらしいから、じゃあ川に潜るからのサポートバディか。俺はどうしよう。同じイルカを連れていくと混乱を招く可能性あるから、やっぱり一人で潜りましょう。うん、言われてみればこれ南側を向いてるってのが結構気になるところかも。おっと、さあ電気ナマズ、あ、ピラルク、巨大ピラルクのあのなんか協力をもらえないでしょうか。とりあえず餌。違うか、餌あげてなんとか電気ナマズちゃんの攻撃を避けて。タッチタッチ、ちょい違うかな。うん、でも餌戦法は結構いい感じかも。ナマズちゃん、ナマズちゃんをチェックすることによって、あ、でで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 、あれ、あ、しかもナマズじゃなくて電気ウナギだ。うん、あ、なるほど、どちらでもない。電気ウナギは土壌なのかウナギなのか、それはまあ分からんが、協力は得られなそうだから逃げて。うん、あ、さっきのピラルクはでかいピラルクではなかった。いや、うーん、特別でかいピラルクがさっきのではなかった。これ、うん、違うな。さ、というわけで現在地、なんだこれ、上から見るとよくわかんないけど、あ、キャットフィッシュ、あ、な、こっちの方が頭かなと思ったけど、尻尾と頭間違えた。マダラエイ、あ、マダラエイじゃん、スティングレイ。マダラ模様してるのに結構あのなんか和名っぽいのと英語っぽいので結構難しいですけど。おーっと、いた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 。さあ、カワウソ、ね、餌あげるからきびだんごじゃあるまいしって感じだけど、見た目だんごだけど関係ないか。タンバキっぽいのが。名前なんて言ったっけ君。タンバキ、これ結構なんか丸みを帯びてて可愛いよね。てかでかくね、よく見たら。カワウソがちっちゃいのかわかんないけど。さあ、何度潜ってもなかなか面白い。で、結局淡水の力を借りたい。淡水の生物でパワーがありそうなやつ。ピンクイルカが空振りだったのがちょっと意外だったけどな。カイマン？まさかの？違うか。結構難しいですね。答えがちょっと見当たらないっていうか。もう一回調べてみようかな。あれ？カイマンが？あ、残念。ちょっと、ごめんごめん。カイマンさんがここに突撃するかなと思ったけど、なんかクイックターンが効かない。よし、さあ、というわけでまあ今回も空振りに終わったのかな。ピンクイルカが何か、え、まさかあのイルカを一緒に連れていかないと会話ができないとか、会話というかそういうこと、何か仲介役が必要とかそういう設定だったりするのかな。わわわわわ、いでいでいで、カイマンさんが
子供守るためにめっちゃ勢いあるんだけど。さあ現在地、この辺り怪しげなやつはいるかな、いないかなというところ。あれ、なんか今一瞬青かったけど、関係ないか。うん、おわー、ワニマークだ、ちゃんと。すごい、今まで気づかなかった。まさかさ、ワニの子はその倒木のところに持って行ってとか、そういう割と非人道的なことやれとか、そういう話じゃないでしょうね。わあ、危ない危ない危ない、けどすごい手伸ばしてく、強欲。今度はなんか石っころうん、ピラニアさんたちに倒木を食べてもらうとか、それはさすがにちょっとファンタジーすぎるか。お、結構なんか面白い。この辺りはあの石とか玉とかが多いんだね。やっぱり場所によってその何かが出やすいとか、そういう傾向があるのかも。うん、遺跡の奥の方に行けば人型とか、あと書物とかも多かったし、そういう感じでサルベージ品を集めていけばいいのかな。うん、あとはズイズイに聞いて、まだ取ってないようなものを取りに行くとか、そういう感じか。さあ、というわけで、上流と中流見て回ったけど、特にこう仲間になってくれそうな人がいなかったんだよな。アリゲーターが、うん、ないよね。結構これは難しいな。淡水って他になかったよね、このコルティカ川以外ではなかったはずだから。うん、それかサポートバディの誰かを連れた状態でピンクイルカのところに行けば何かあるのかもしれないっていう予測。まあ、その辺りはまた今度にしよっかな。これなんだっけ、ゼブラキャット。わあ、名前かっこいい。しましま、ゼブラってそもそもしましまって意味なのかな。お主人公一人でなんかズームポイントって結構珍しくない。ウルトラスカーレットプリムトレコ違う、トリムプレコだ順番が違った。うん、トリムの後にプレコね。まあそれはともかく、うん、なるほど。このなんか枯葉とかがこう沈んで腐っていく感じがすごい淡水感あるよね。さあ、というわけで、じゃあ今回はおとなしく引き下がろうかな。ピンクイルカとかが仲間にな、あ、わかった、イルカに関する訓練とかをもっとレベル上げないとダメとか、そういうことじゃない。なんか俺のイルカに関するレベルが足らないとか、そういう形なのかもしれない。おお、他にもある。でもズームポイントはやっぱりお世話の先輩連れてきた方がいいのかな。それかあのコインが見つかるやつは絶対主人公だけで見つかるとか、そういう可能性あるかも。だからお世話の先輩を連れてないと見つからないズームポイントはコインとかとは関係ないとか、そういう予測もあるかも。うん、その辺を結構ゲーム的に考えるべきかな。うん、なるほど。まあとりあえず現状では残念ながら仲間にはできないっぽいので、一旦船に戻りましょう。はい、よし、じゃあお楽しみ鑑定タイム。ZZ に話を聞く必要はあるかな。あの黄金のピライバ、黄金というかゴールデンキャット、あの時に ZZ を連れていけばって感じか。うん、今度コルティカ側行く時は ZZ 連れていこうかな。さあ、というわけで、ナンシーさんを呼びつけましょう。はい、呼びつけるとかって言っちゃったけどさ、普通にこう気軽に来てくれる行商人とかすごくありがたいよね。さあ、何でも揃えてみせるわ。というわけで、お、あなたの持っているその生きのいい魚、もしかしてイルカが取ってきたんじゃない。あ、そうだったね。そういえば私は魚が大好物なんだけど、やっぱり美味しい魚っていうのは海で生活している生き物が一番よく分かっていると思うの。あ、なるほど、理にかなってる。だからイルカが取ってきた魚はきっと絶品のはずなのよ。ということで3000ポイントで譲ってくれない。わかった、断る断る。
3000ポイントってめっちゃ高くない？だが断る。いや断らないから。お、ナイスガイ。お、おまけもつけておくわね。まさかの、なんか すごく魚に目がないことは分かった。お、魚礁のハウスを手に入れました。おお。また生きのいい魚が取れたら教えて、高く買い取るわ。うん、すごいな、なんかあの競りとかに出てそうな感じだね。1本いくらみたいな、そういう感じになるんでしょうか。あ、買い物じゃない、普通に。まあでもチェックしておこうかな。高ー、補助タンク6万4000ポイントだって。ちょっと待って、100万貯めたいのに10万ポイントぐらいお金使わなくちゃいけないの。買わなくてもいいかな、もう。いやでもどうなんだ。あ、マックスね。うん、一番強い装備ってやっぱり欲しいよな。くそー、商売上手だな。ちょっとずつ、あ、っていうか下取り売りたいんだけど、ないのかな。さあ、というわけで、じゃあ鑑定してほしい。よし、じゃあ期待のできる宝箱から行ってみましょう。さあ、いきなり本命、300ポイントきた。さあ、これは素晴らしい、すごい発見だわ。さあ、鑑定結果は、インカ帝国の隠し財宝きた。1万5000ポイント、すごい。もうぎっしり何かが詰まってるけど、やったぜ。うん、一旦戻る。あ、何も言わない、ここでは言わないんだっけ。さあ、というわけで、ドラドのおかげで隠し財宝が見つかったという感じかな。あとは多分一回見つけたことある場所だから、じゃあ全て鑑定。はい、お、ブロンズ像、これぐらいじゃもう驚かないから。パルプマガジン？え？パルプマガジン？どういうこと？俺パルプマガジンってのはよくわかんないんだけど、コミック的な感じなのかな？うん、まあいいでしょう。さあ、スケッチ、マリオネット、マリオネット。まあ流れ着いてもおかしくないかな。さあ、ブロンズ像多いな。週刊誌、待て、週刊誌？確かに本だけど、どうだろう、セルロイド。いやでもコルティカ川周辺でなんか週刊誌とか発行してる古代文明とかあったら結構面白いんだけどね。ダイキャストとか結構多いな。ビー玉。待って、古代人がビー玉作ってたら結構すごい発見じゃない。あ、大理石。うん、お、薬箱、お、結構なんかお高いんだけど、いい薬が入ってたのかな。マジックポーション、待って、薬箱の方がお高いんかい。マジックポーションって、いや、そもそもさ、これ名前からしてなんか魔法力を回復させそうなイメージあるけど、俺たちは別に魔術が使えるわけではないから、宝の持ち腐れってやつだな。野球のボール。あるあるっぽい。うん、お、さあ、サルベージャーランクがちょっと上がったかな。よし、お、所持金5万ポイント、結構上がってきたけど、それでも補助タンクを買うほどでもないっていう。まあ今の補助タンクでも結構十分だからな。お、出た、それにしてもインカ帝国の隠し財宝を見つけるなんて。うん、さあ、というわけで、これでダイバーズサービスのランクもちょっと上がるのかな。お、チームタンク、これは強化されるわけではなくてコスチュームかな。うん、はい。さあ、今回は生きのいい魚も渡せてなかなか良かったかな。よし、さあ、最後は隠し財宝チェック。お、特にクリアとかついたわけではない。なるほど。さあ、インカ帝国の隠し財宝を発見した。というわけで、クリアってついたらニューとつくわけではなかったのか。へえ、なるほど。 OK。 さあ、というわけで、今回まあまあの収穫があったかな。ゴールデンキャットも発見できたし、まあいい感じだと言えなくもないんだけど、ポルティカ側の倒木に関してはまだまだちょっと情報収集が必要なとこかな。さあ、というわけで、最後はズイズイに話しかけて特に何もなかったので、今回ここで一旦区切りにしたいと思います。お、クールな称号、古物の趣味人、なんていうのこれ。まあいいや、まあとにかく
うん、財宝いっぱい手に入れたから称号が増えたぜ。よし、さというわけでじゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。イルカの訓練もやっておかないとな。